ご通行中の、皆様、堀市橋、商店街の皆様、新年明けまして、おめでとうございます。ご通行中の、皆様、そして、堀市橋商店街の皆様、また駅をご利用の皆様、2017年新年をいかがお迎えでしょうか。皆さん、暮らし向きはいかがでしょうか。昨年末はデパートの売り上げが、失礼いたしました、この広島県内でも連続してデパートの売り上げが落ち込んでおる、このような、統計も発表をされております。要は庶民の可処分所得、これが落ち込んでいるということであります。本当に、こんなことでいいのでしょうか。私佐藤修一で、ございます。本日はこの堀市橋駅前におきまして、2017年最初のご案内とさせていただきます。どうぞ最後までご清聴ご協力お願い申し上げます。誰もが置き去りにされない社会を、広島から国政へ発信してまいります。おはようございます、佐藤修一でございます。皆さん、先ほども申し上げました通り、昨年末にかけましては個人消費が非常に落ち込んでいると、こういった統計も出ております。当たり前です。庶民の可処分所得が落ち込んでおる、そして将来に不安しか感じさせない、そういった政治である、言ってみればアベコベ政治であるからこそ個人消費も落ち込む、デパートの売り上げも連続して落ち込んでいくという結果になるのは当たり前ではないでしょうか。皆さんいかがでしょうか。皆さん、今の安倍総理のやっている政治は、安倍政治というよりはアベコベ政治と言うべきであります。例えば安倍総理はイギリスに対して原発を売り込むのには1兆円のお金をボーンと貸し出す、他方で皆さんの命を守る、国民健康保険、この支援金300億円は出し絞る、こういったことをしておるわけであります。原発を外国に売り込んでいくのは本当1兆円出す、その割には国民に命を守る、国民の命を、医療を守る300億円を出すのは出し絞る、こういったあべこべなことをやっておるのが安倍総理の政治であります。こんなことをしておっては、それはどん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 皆さんの負担は増えていく、医療費の負担また来年から増えていく、そういった方も多いかと思います。あるいは介護の負担も増えていく、介護の現場も改善していかない、こういったことになっていく、あるいはなかなか奨学金の地獄、こういった問題も含めた教育の問題も改善をしていかない、そういったことで、あべこべなお金の使い方によってどん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 皆さんの不安は解消するどころか倍増していく、その結果としてデパートの売り上げも落ち込んでいくということではないでしょうか。いつまでたっても景気は良くならないし、当たり前です。庶民の懐を
どんどん増やしていく、そして、庶民の暮らし、介護、医療といった社会保障、あるいは年金、各社会保障、そしてまた教育に対しても冷たい、まあ、そういった状態であるならば、これは、皆さんの個人消費が減るのも当たり前であります。そして、外国に原発を売る、そのために1兆円も出す。言ってみれば、安倍総理が親しい企業の原発関係の企業に儲けてもらうために1兆円をポンと貸し出す、そういったことですよ。あるいは高速増殖炉門長、まあ、これも大失敗でしたが、それをまた熱唱炉をまた、建設する、証拠にもなく実験で失敗したというのに実証炉を作る、まあ、こういった馬鹿げたことも安倍総理はやろうと、しておられるわけです。何千億円かかると言われております。本当に何千億円も、かかる、そういった、こともポンとやる。しかし、先ほども申し上げましたように、庶民の、暮らしを支える300億円は、国民健康保険、こういったところの支援金は出し絞る、これがあべこべ政治であります。そしてお金の取り方、税金の取り方はあべこべです。今の日本、大金持ちや大手企業、公正な負担をしているでしょうか。していませんね。去年はいわゆるパナマ文書という文書がバレました。結局は世界各国の偉い人、政治家たちや、そして大手企業や、そして大金持ち、こういった人たち、そして日本の財務官僚、税金を取り立てる立場の財務官僚の方々も、違法ではないがせこい方法で外国にお金を、資産を、自分の資産を、財産を交わして税金を逃れていたということがバレたわけです。一方で庶民に対してはすでに 8%、 食料品に対する 8% という消費税、こんな消費税はドイツやフランスよりも高いんです。大金持ちや大手企業はまんまと税金を流れ、一方で庶民に対してはドイツやフランスよりさえも高い食料品の消費税を取り立てる、全くあべこべなやり方であります。こんなことをしておってはどん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 介護の不安は増えていきます。年金もカットされていく、高齢者の社会保障がカットされるから若い人が得をすると、そういった議論もありますが、皆さん大間違いです。おばあちゃんの、おじいちゃんの年金が減ればどうなるか、逆に若い人たちが親に生活の援助をしなければならなくなる、そういったこともあり得るでしょう。医療費の負担が増えていけば、介護の負担が増えていけばどうなるか、十分な介護サービスを受けられず、そしてご家族の負担が増えていく、子供さんや、そういったご家族の皆さんが会社を辞めてまで介護に専念せざるを得なくなる、まあ、そういった介護辞職、安倍総理はゼロにするとおっしゃっていますが、全くあべこべに増えていく、そういったことではないでしょうか。明けましておめでとうございます。ということで、部屋の世界、そして誰もが置き去りにされない社会を
広島から国政佐藤修一でございます。本日はこの古市橋駅前におきまして本年最初の街頭演説させていただいております。原発をイギリスに盛り込むために1兆円も出せる、そんな財政が厳しいと言って医療費に300億円出せない、そんなバカな話があるでしょうか。そんなアメコミな話があるでしょうか。しかし現実にそういったアメコミなことが起きている。アメコミなお金の使い方をやめさせていかなければ私たちの暮らしは悪くなる一方であります。世界を見渡すと、どん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 格差や貧困を背景といたしまして、どん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 威勢のいいことを言う、そういった大統領、トランプさん含めて登場しておるわけであります。人々の暮らしが苦しくなってくると、不安定になってくると、政治も不安定になってくる、これは歴史を振り返ると、これは当たり前のことです。まあ、こういった時だからこそしっかりと国民、庶民の生活を、まあ、不安を取り除く、このことが、庶民の不安を取り除く、このことが政治の責務ではないでしょうか。皆さんいかがでしょうか。財政出動をするんであれば、今の総理がやっているような原発を輸出や文字の後継路、こういったものに使うんじゃなくて、あるいはオリンピックに便乗した無駄な箱物に使うんじゃなくて、しっかりと教育や介護や社会保障、こういったものに使っていく。そして日本は災害大国であります。やはりしっかりと被災者支援、いざという時、災害が起きた時、安心して、暮らせるようにしっかりと被災者支援充実させていく、そういったことを、お金を使っていくべきではないかと思います。こういった観点から私佐藤修一はこの2017年も野党と市民の共同でこれを支援してまい、ります。頼りないような野党でありますが、一応はそうは言いましても、例えば財産支援、上限を300万円から500万円に引き上げる、こういった法律、そして介護や保育、深刻な、待遇、そして人手不足にある、そういった保育や介護、働く人の給料を上げていく、まあ、そういった法案、まあ、そういったものをしっかりと野党共同で提案をしている、このことは、ね、しっかりと皆さん覚えておいていただければと思います。こういった法案をろくに審議もせずに、与党安倍総理たちが葬り去っている。別に野党が反対ばかりしているわけじゃなくて、むしろ国民の生活不安を取り除くという法律案、これを出している、野党側も出しているのに、与党がこれを葬り去っている、ろくに審議もせずに棚ざらしにしている、言葉もしっかりと覚えておいていただければと思います。誰もが置き去りにされない社会を広島から国政佐藤修一で、ございます。皆さん、私も普段は一人の、介護で働く、介護しております。お年寄りの皆さん、特に被爆者の皆さん、多く、介護担当させていただいております。
私が最近思うことは、もちろんお年寄りの皆さんには元気で、そして長生きをしていただきたい、その人らしく長生きをしていただきたいと思っております。他方で、一方で、例えば原発の事故や戦争や、まあ、そういったことで、あるいは人々の暮らしがむちゃくちゃになる、まあ、そういったことで長生きしたことをお年寄りが後悔するようなことになってはいけんと、こういった思いでもあります。そういう思いからも私、佐藤秀一、しっかりと広島の心、生かしてあります。原発輸出じゃなくて、国民の医療や介護や教育をしっかり守る、被災者の生活を支えていく、こういったところにお金を使っていきましょう。外国に自衛隊を出すとか、そういったことではなくて、被災者の支援や、あるいは省エネルギー、再生可能エネルギー、そういったところで国際貢献しっかりとやっていこうではありませんか。そういった日本であるべきではありませんか。そのように思います。ということで、フェアな世界を広島から国政佐藤秀一、誰もが置き去りにされない社会を佐藤秀一、本日はこの古市橋駅前、あの小説黒い闇の主人公静間重松が横川行きで被爆した後、命からがら逃れてまいった、この古市橋駅前に、おきまして、ご挨拶をさせていただきました。最後に1点、今年は広島県知事選挙が、ございます。最初は、改革で鳴らした湯崎秀彦さん、私も彼の最初の選挙は応援をさせていただきました。しかし最近どうもやってることが阿部越えではないかと思うようになりました。例えば工業団地、ただでさえ売れ残っているというのにまた新しく作る、これは湯崎さんがやろうとしていることであります。ふるさとじゃなくて地方創生という名目らしいですが、まあ、政府が補助金をくれるからということで、安易にただでさえ今でも売れ残っている工業団地を作ってもまた売れ残るだけではないでしょうか。今でも余っているものをまた作ってどうするんですか。民間企業だったら考えられないことですよ。じゃあ受けましておめでとうございます。売れ残っているものをまた新しく作る、民間企業だったら考えられないことを広島県はやろうとしているわけです。かつて工業団地が作りすぎて大赤字になったという教訓も生かさずに、地方創生とやらで安倍さんが補助金をくれるからというだけでまた工業団地を作る、まあ、そういったことは全くの安倍こべではないでしょうか。湯崎秀彦さんも知事も最初は例えば友の裏佳境問題、埋め立て佳境問題しっかりと、決断をされた、中止ということで決断をされたということは評価はできますが、しかし最近どんどんおかしくなっている安倍総理のあべこべな税金の使い方が伝染をしておかしくなっていると言わざるを得ません。あるいは広島県が企業を支援するために作ったいわゆるファンド基金、これも失敗をしている、県が出資した企業がむしろ雇用を減らす、リストラをする、まあ、そういった事件も起きているわけであります。こんなことで本当にいいのか、このことを私は問わなければならないと、考えております。皆さんいかがお考えでしょうか。
今年は2017年は11月頃に広島県知事選挙があります。あめこめな税金の使い方、広島県政にも伝染をしておる。無駄な工業団地、ただでさえ売れ残っておる工業団地をまた作るとか、あるいは県が出資したファンドという形で出資した企業がかえって雇用を減らす、地域に貢献するどころか地域の雇用を減らした、そういったありさまである。まあ、そのことはしっかりと皆さん覚えておいていただきたい。今年11月の広島県知事選挙、これまでしっかりと覚えていただきたいと思います。私だって最初の今の知事の選挙は時は応援をさせていただいた、一票を投じましたが、しかし評価を変えざるを得ない、そういったことは私の、考えとして皆さんにお伝えをいたした次第で、ございます。ご通行中の皆様、そして古市橋駅前の商店街の皆様、そして駅を、ご利用中の、皆様、最後までご協力ありがとうございました。どうぞこの2017年、皆様のご健康とご活躍、心からお祈り申し上げまして、誰もが置き去りにされない社会、佐藤秀一、佐藤秀一のこの古市橋駅前、今年最初の、皆さんへのご挨拶、終わらせていただきたいと思います。どうぞ本年もよろしく願い申し上げます。最後までありがとうございました。